どうみさんこんにちは2022分野別過去問解析プラスアルファ討論民法第3回目の講義を始めてまいります担当いたしますは歴戦任講師の豊川と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれでですね早速第3回目入ってまいりましょうで早速ですねこちらレジュメですね解説冊子の方ご用意くださいいよいしょよいしょこちら 第三回目ですねしょこちらね第三回で問題一です一ページ目ですねこちらねご覧くださいで早速ですけどねちょっとこのねレジュメちょっとページめくってみてください三ページですでしょこの出題とのところですねご覧いただきたいんですけど令和三年ですこれからね皆さんにご覧いただく問題ですね一問目ですけどこれ令和三年の第一問の過去問 最新ほよほよです、ね、やっぱりねあの2022年ですね皆さんが受験なする2022年どんな問題が出るのかやっぱり前年の最新の問題を見とくっていうのは非常に大きな意味がありますからそこで今回ここでねまあ掲載したということです。でちょっと前のページですね1ページの方を戻りいただきたいんですけどもこれねもう一応ねまた例によってねもう皆さんにはすでに 一回答、ね、案構成やっていただいてるというのを前提にねどんどんお話していきますけど皆さんこれお気づきになりましたかね説問が3つあるんですよ通常民法ってねこのね問題これ大問の中にね大体説問2つだけなんですけどこれはね3つあるでおそらくねこれはこの令和3年ですね新しく死刑に就任なさった進藤先生がお出しになったんであろうと思われます。 数字はつつしかかありませんんらこれだけ3つなんですよ、ね、でもうちょっと言うとねこれこのひらががな表記が多いんですねこの説問の2のとこちょっと見ていただきたいんですけど1行目次の事実ってことでこれ次のっていうのがこれひらがななんですよ。ね、であと下下りていくとこれ企てとかこれもひらがなで,、ね、であとその右下一応とかこれもひらがなであと説問3になるとやっぱりここもね 次の事実がーってことで次ってこれやっぱ平仮名なんでですよで私ちょっと調べたんですけどこの「次」っていうねこれ文字ですねこれ葛藤市の民法の格文調べたところねもうほとんど全部って言ってるくらい漢字表記です漢字表記。ひらがな表記っていうのがほとんどなくてもっと言うと平成以降に関してはねこれねないんですよ。これひらがな表記の、ね「次の」っていうのがひらがな表記の問題文がありません。 で今回これ令和3年にご覧のようなひらがな表記で、ね「次の」っていう問題文をねこうやって作って出してきたでその意味でもやっぱりこれは新藤先生がねお出しになったんであろうとで新藤先生令和3年が初年度ですからねおそらくまあ皆さんが受験なすれば令和4年2022年も民法の試験をお続けになると思いますんでやっぱりねまた同じようなちょっとひらがな表記のね多い問題文 ね、またさらには設問3まで聞いてくるかもしれませんけど一応その点ねあの覚えておいてください、ね、じゃあ中身入ってきますよでもうちょっと大きくきますで「X は」は令和3年2月1日ですね A より高土地次回1,500万を譲り受けとでその引き渡しを受けたとで登記は書いてないですね引き渡しだけで今度 y です「Y」ですは同年4月1日 えと同じく A からね高土地同じですよ高土地高土地ね譲る受けその所有権移転登記を経由したとだから後から譲受けた Y は登記を備えたわけですよでもうこの時点でねおそらく多くの方がなんとこれ177条の話じゃん、ね、お,お気づきになったと思いますその通りですその通りもう本当にねもうこんな基本的なね もう内容知識をねストレートにこうやってねポーンと聞いてきてますね。で続けまますよまず説問1ねでこれああとそれからねこれ今ご覧いただいたね上の問題文これは本件事実というということでね以上ねこういう形で、ね、表記してますね。で今度括弧1ね。えっ、ー、と X はこれこれ先に譲る受けた人ね。で Y 後から譲る受けて登記まで備えちゃった人ね。に対し高土地につき所有権に基づく所有権移転登記手続き請求をしたと。 要するに自分の方が先にね A から譲けたんだからあとね俺に登記移せよとねこれ請求したわけですよ。で果たしてこの請求が認められるか論じなさいってことでもうこれさっき上でも見ましたけどねもう皆さんお気づきの通りこれ177条の話ですよ177条ですこれ。ね、ただねこれ実際これ令和3年ですね本試験終わった後受講生のね皆さんとお話をしたんですけど意外とねこの「設問1」 きちんと書けれない方が意外と多かったんですよ。で、どういうふうどういうことかというとね、もうすぐ結論書いちゃった人多いんですよ。もう、Y は当然ね、百七十七条の改革第三者に当たると。ね、登記備えていると、だから、X は、ね、この今の。この請求、所有権移転登記手続き請求は認められないってね、あっさり。もう結論をね、書いて、設問一を終わらせちゃったって方が意外と多かったんですよ。できる方でもです。うちのね、できる受講生さんの中でも、やっぱそういうふうにね。 もういきなり結論書いちゃった方が結構いらしたんですよ。私ちょっと驚いたんですけど、それはね、ちょっと不十分ですね。不十分です。やっぱり法律の答案である上、きちんとね、条文解釈やらなきゃいけないんですよ。ですからこの後また見てきますけど、その177条の改革第三者の意味を書いてね、ね判例がちゃんと定義を立ててますよね。それを書いて、で理由も述べて、でその定義を使って Y が177条の第三者に当たるっていう当てはめをしなきゃいけないんですよ。 当てはめをしてね当てはまるとした上で初めて X の請求が認められないという結論が導かれるわけですよ。こういう手順を省いてねいきなりねもう第三者に当たるだから X の請求を認められないっていうふうに書いた方意外と多かったんですけどそれは不十分ですね。これね。じゃちょっと続きますよ。で今度、説問2です。で本件事実。ねさっき言ったようにこれね上の問題文ですね。に加えてと。 次の事実が判明してるってことでね、この説問にこれから見ていく問題文、これは上のね、本件事実のプラスアルファとして考えなさいよ。そういうふうにね、これ問題文がこうやって示してるわけですね。で、Y は、これ後からね、譲けた人ね、Y は、う土地は X が、すでにね、買い受けたものであることを十分熟知していたにもかかわらず、知ってたんですよ。知っていた。他の土地のことで、X との間に争いがあり、なんか、揉めたんですね。 で X に対し、えー、と恨みを抱いていたところより高土地につき X がいまだその所有権移転、えー、と所有権取得登記を了していないのを期間としてね帰間としてっていうのは締め締めってことこれ幸いにってことですね帰間として X に対し復讐する意図のもとにねもうこ一旦ここで止めますけどもうここまででもう皆さんねお気づきになったでしょうあ配信的悪意者だねそうですよ ね、このあとまた見ていきますけど説問には配信的悪意者を聞いてるだけですこれだから本当にね最近のね特に直近の本試験のね傾向として基本論点をスパーッと聞くあとね若干のひねりが入ってますこの後見ていきますけど説問さんでねこれひねりが入ってるんですよ。ね、じゃあちょっと続きますよこちらね「X に対し復習する意図のもとに高土地を自己が取得しようと企て」これも広がるんなんですね。で A、に対し 高土地の売却方をでも A はね、いや、コートチもすでに X に売り渡し済みなんだよ。ね、だから一応は、ね、Y のこの常勤無し資料を拒絶したんですよ。まあ、これは当たり前ですよね。これねところが、これ Y がちょっとしつ,こしつこかったんですね。Y が、もしね、この後訴訟になっても自分が、ね、責任を負うから、ね、あなたには迷惑かけないから、ぜひ、ね、売ってくれよ、ね。そうやって強く要求したわけですよ。Y が A に。 でそれに結局まあ根負けしたというか結局拒みかねてねかつ何かしかの、えー、と売却代金を入手できるねそういう利欲、ね、まあ利欲ってこれ珍しい、ね、言葉を使いますねこの先生ね利欲も手伝ってついに令和3年4月1日ワイとの間に高土地の売買契約を締結しちゃったとちょっとけしからんですねこれね結局目先のねこういうねこの代金に目がくらんだということででしかし 当時、高土地は少なくとも1,500万くらいの価格を有していたにもかかわらず、Y は A よりわずか代金1千あごめんなさい、百3 0万ですね、ごめんなさい、130万という甚だ低廉な、ね、安い価格で高土地を買い受けたということで,、ね、で、皆さんこれね、まあ一応、まあ時価とは書いてませんけど、まあ少なくとも1,500万くらいの価格、ね、価値があったと。で、その約十分の一以下ですね、10分の1以下ですね、130万だから。 という安い値段で買ってるね。これはどういう風にあれ評価します？この問題文どういう意味があって試験員がねこういう問題文このね一文を入れたんだと思います。これ実際ね試験を本試験終わった後にやっぱり私何人かの受講生さんに聞いたら、ね、やっぱ悩んだ方いたんですよ。でその悩むっていう姿勢はねグッドですね。グッド。やっぱり問題文で基本的に全部意味がありますからね全く意味がない問題文試験員が入れるっていうのは あんまりないんですよ。ね、ですから、ここ、どんな意味かな。ね、一千五百万、普通でいけば、一千五百万のところ、十分の一以下って、この安い金額で買ってる。ね、これ、果たして、試験員は、これ、どういうふうにね、あの、法的なね。あの、判断してほしくて、入れてるのかな。ね、これ、やっぱ、考えてほしいんですよ。で、これはね、また、この後、見ていきますけど。おそらく、その、配信性ですね。配信的悪意、その、まあ、配信性。ね、もう、完全に、あの、まあ、通常の、と、取引の範囲、超えてますよね。これね。十分の一以下ですよ。 ね、その辺でまあ使っていただければよろしいんじゃないのかなおそらく試験もねその辺で、ねまあ、明らかに通常の取引の範囲超えてるよね超えてるね,ねその配信性もっと言うと自由競争の範囲を超えてるよねその辺でまあ認定してほしくて使ってほしくて入れたんじゃないのかなと思います。ね、こちらねいいですねであと最後ですねこれまた問題文また続きありました。ででたとで、X、はこれね 先にね、譲り受けたりですよねで、Y、後からねこれ取得した人ね「公と地につき所有権に基づく所有権移転登記手続き請求したと自分に登記を移せとね自分が先なんだよ」で、果たしてこの請求が認められるか論じなさいってことでねこれ聞いてる点はねさっきの説明と同じですねやっぱり X が Y に対して登記を移せと請求できるかねこれ論じなさいってことなんでねこういうところもしっかり読み取ってくださいね結局ね。 あの試験員がそれぞれの説問で何を聞いてるのかねやっぱこれに対してあの答え書かなきゃあの答案になりませんからねだから必ずねあの論,論点をねあの把握するのは当然とした上で最終的に試験員がねどの点を聞いてるのかねそれはきちんとねあの見極めてくださいねで次この説問3いきますよ、ね、で本件事実およびえっ、ー、と説,説問2ですねの事実とは独立にってことで <laughs> これちょっと変わってますよねさっきの説問2がね 上記の,この本件事実に加えて次の事実ねこれをプラスアルファで考えなさいよっていう出し方だったのに対して説問さんこの逆に切り離せって言ってるんですよ。本件事実ね一番上の問題文ねとあと説問にの事実は独立に次の事実が判明してるいうことで切り離せってことだからこう切り離し読んでけばいいだけですよだからで別に各ね格段別に難しいことを予期してるわけじゃない。はこれ,ねこれ元々 ね、A は自分の財産をその子らに分与したまあ分け与えたんですね分け与えたねっ令和3年、えー、と2月1日その子らの一人、ね、である X に対し落ちと落ち、えー、と次回1,500万を贈与したとただであげたとですねこちら A から X ねまずねでところがとその直後に A と X を含む、えー、とその子らとの間に 紛争が生じたたなんんかまあ揉めちゃったんですねで生じたので A と X とはね結局 B を、えー、と仲裁役として示談解決に、えー、と努めた結果結局示談ですね次のような和解が成立したと。ね、でどんな和解かというと押す土地ですねさっきの蒸気のねこれねこちらねこれいいですね X に贈与したこれ押す土地に関してはその所有権が X に帰属していることを確認した。 ね、結局 X の問題よで A は速やかに X 名義に所有権移転登記をするとでちょっと裏のページめくってくださいねもうちょっとちっちゃくしましょうかねこちらねというのであるとでその際和解条項と題する書面が作成され、ね、まあ通常そうですよねちゃんと形に残すで B はこれで仲裁役の人ねこれに立ち会い人として他の関係人とともに署名・捺印をしたと、ね、間違いありませんと。 とということでこでれねちゃんとインカムをしてるわけですよ、ね、しかしとこのあとこの B に着目してください。B です。これ仲裁役です。和解まで整理させた。ね。このあと B が何やったかというといきますよ。しかしと令和3年4月1日上記事実について全く知らずかつ知らないことにつき過失がない Y です。またこの Y が出てきました。ね。知らない。知らないことに過失がない。全員無過失です。全員無過失。Y ね。Y に対し A は なんとおつ土地を1,000万で売って当期まで移しちゃったんですよ。これ A はけしからんですねこれね。ね和解しておきながらね。でその後すぐ今度 B なんですよ。また B に戻ります。B がね仲裁役やった人ねわざわざこのねこれ買い受けた1,000万でね買い受けた Y に、えー、と Y 方を訪れて Y に対しおつ土地の売却方を混成したのを受けて Y は令和3年5月1日 B にこれ仲裁役ですよ。 土地を万で売却しその所有権移転東京を経営したと結局仲裁役をやったねこれ B がこの推す土地を取得しちゃったんですよ。いいですね。で X ですよ当然これ X 黙ってませんよ。ねさっきの和解でこれ自分のものだっていうふうにねこれ認定してもらってやれやれと思ってたのにねでこの X は B に対して仲裁役ねで取得しちゃった Y から取得して登記まで取得しちゃった B に対して推す土地につけ。 所所有権を基づく所有権権づく転倒を期待続き請求したとやっぱりね投機うつせといやね請求したで果たしてこの請求を認められますかということでこれが設問三です、ね、これ結構設問三問題文長いですけど事実関係全然ね難しくないですねもうポイントはねこれ結局 B ですよ B がねこれ仲裁役として結局和解の成立に努めたなのに最終的にその B がこのオす土地の権利取得しちゃったわけですよねこれが最大のポイントですね でちょっと続けますとねこれ問題文の下ご覧ください参考条文になんとこれね民法の177条まあこれは当然ですけどその下不当法が上がってますこれねでこれ見て結構ねびっくりしたあの受験生の方少なくなかったですあとでやっぱりねあの受けた方にね感想を聞いてみたもちょっとこれびっくりしましたということでしたでねちょっとこれも先にコメントしておきますとこれ一応不当法ってことでねこれ 民法ではありませんけど、一応これも今回ですね。この問題に関しては、一応不当法の知識。これね、一応試験範囲内というふうにご理解ください。ね、厳密にいくと、あれ、先生、これ不当法、これ民法の。は、取材範囲から。ね、これ超えてんじゃないの、はみ出してんじゃないの。そういうふうにお感じになった方もいらっしゃるかもしれない。ね、確かに国交省のね、あの受験案内見ると。あの、この不当法ってのはね、入ってません。 でもこれは不当法プロパーの知識を聞いてるんじゃなくてあくまでも民法の177条の第三者の範囲の関連知識としてこれ聞いてるだけなんですよだからその意味では試験範囲外でははないですこれはで実際ねあの学者の本見てみてもね177条の第三者の範囲のところではねほとんどの学者がやっぱりこの不当法ですねこれのっけてるんですよ不当法の5条ですこれ。ね、でまだもうちょっと言うとうちのテキストですね これもやっぱのっけてるんですよ。えっ、ー、とね。88ページですかね。ちょっとめくってください。この改正、最初8ページのコメントですね。この論点、これ質問3ですけど、もうサーチで見ていきますけども、この8ページのコメントちょっと見ていただきたいんですけど、よいしょちょっと落ちッきしますよ。これね。不登校5条の条文をご覧になって何を書いて良いるかわからずね。悩んだ方多いかもしれませんと。 でまたもっと言うとねこれ試験範囲外じゃないのかなね思った方もいるかもしれませんけどでもねこれ不当法控除の第三者が177条の第三者に含まれないねこれも争いありませんねこれ条文不当法の条文見てみてもねこれ明らかなんですよでこれはレックのうちのね合格基礎テキスト、えー、と101ページですねこれ今一応載っけてるんですよで私実際合格基礎講座って一番最初のね入門講座でこれやっぱり説明してるんですよだからこれ後期聞いてた方はね結構冷静にね あの対応できたと思います。あ、確か確かなんかテキストに載ってたよねね。なんか豊川先生喋ってたよね。ね。これね。結構冷静に対応できたかなと思いますんでね。だから決して戻りますよ。これ2ページです。この不当法ね。これ5条ですけど、決して試験範囲外じゃないよ。っていうことでね。これはで。でも条文自体はね。全然ね。難しい内容じゃないんですよ。これちょっとタイトルね。見てください。 当期がないことを主張することができない第三者ってことなんでこれだけ見てもねあ結局177条の改革第三者に当たらないんだなってことはね,ね結構容易にわかると思います。で実際これ条文見てみてもねこれ1行が詐欺または脅迫によって当期の申請を妨げた,た第三者はその当期がないことを主張できない。当期がないことを主張できない。あの例の最高裁のね177条の第三者の定義、ね、に照らして、ね、この辺はすぐ。 判断がつくと思います。あ、結局第三者に当たんないんだな。あと2個もそうね。今回はこれですよ。この本文はね。これ、日光の方がこれ問題になるんですね。他人のために登記を申請する義務を負う。第三者はその登記はないことをね。主張することはできないってことで、この2個のこの本文の方ですね。これ。これいいです、ね、これに当たるかどうかを聞いてます。この後見ていきます。 ま結構ね、そうやって見てくると今回のこの一問目ですね、この進藤先生がお出しになったであろうこの問題、結構いろいろね、あの盛りだくさんで。 私個人としてはねあ相当なんかつ作り込んでお出しになったんだなっていうその辺がねやっぱりね分かるんですね。ただ皆さんにしてみるとねなんか不登法が出てきたりねあと説問3まで結構問題文長かったりしてね結構大変かもしれませんけどでもさっきも冒頭で言いましたけどおそらくしっかりねおそらく進藤先生またあの令和4年もね令和4年2022年もあのね あの試験お続けになると思いますんでまた似たような問題出る可能性ありますんでねまあその辺ちょっとあの心しておいてくださいねじゃあちょっと具体的にね中身入っていきましょうでまずですねえっと4ページ開けてください具体的にね論点見ていきますよでまずこれ説問1です説問一。さっきも言いましたけどねもう当然のようにねこれ Y が第三者に当たるだから X は対抗できないで価値ダメですよねちょっと上から見ていきますよよいしょ問題の書体ご覧ください4ページです 4ページで問題の所材からいきます。X は Y に対し公土地につけ所有権に基づく所有権移転登記手続き請求をしたこの請求が果たして認められるかと。で所有権の取得を第三者に対抗するためには登記を備える必要があるとね177条で規定してるそこで Y が177条のこの改革第三者に当たるかとこういう流れちゃんとね丁寧に順を追って書くのがやっぱこれ法律ですからですね。で 判例2です見てください、ね、こ定義ですまずここはね定義をきちんと書かなかったらこれねやっぱり点数つかないですねこれね多くの受験生が書きますから177 17条の第三者、ね、で177条の改革第三者とは当事者およびそのそのこの指示号が入りますねそのっていうのはこの当事者を指してますね。当事者の包括証券人すなわち相続人、ね、以外 以外ですだから当事者でもなく、ね、その当事者の相続人でもない、ね、残りのものってこと、ね、で登記がないことを主張するにつけ正当の利益を有するものを言うということですねこれ判例の定義正確に書いいてくださいあと理由ですね理由についてはこれいつも、ね、申し上げてますけどこれ177条の第三者の意義をねこれ問題にしてるんだから当然それを定めている177条の趣旨です趣旨に遡ってそこから書く必要があります これが法律のね論証の基本ですから条文の趣旨あるいは制度の趣旨にさかのぼってそこから演疫的に論ずるこれが法律のね思考の基本ですからやっぱここも177条の趣旨から書いてくださいで自由競争ねこれキーワードですね自由競争の原理のもと物件変動を公示することにより同一の不動産につき正当,な利正当な利益を有する第三者に不足の損害を与えないようにする点にあるところ 正当な利益を有したいもののは道場の保護に値してことでこれたまにねこれ道場こ,うってこれこう書く人いるんですよこれ誤りですからねこれこうありませんからねなんか勢い余ってね「道場こう」ってこれこうね何個1個2個とかのこうねまで書く人いますけどね177じゃ1個2個分かれてませんからね「道場」ですからねちょっと細かいですけどこういうところね意外とねこれ当連出すとね書く方結構複数いらっしゃるんでちょっとねコメントしました。 で Y が、えー、と第三者に当たるので、ね、これ、ね、未登記の X の請求は認められないと当然のように書いても不十分ですよということで、ね、これさっき、ね、冒頭で申し上げた通りです結構できる数でもねもうあっさりと、ね、もう当たるよって書いて結局 X の請求を認められないというふうにねしちゃった方は結構多かったですけど、ね、やっぱりこれ回答例のように右のページご覧ください。 やっぱりね177条の第三者の判例の定義を正確に書いてでちゃんとその根拠もね177条の趣旨から述べた上でその定義を事案に当てはめてくださいとこれがね論書ですからこれが法律の論書ですからいいですねこちらでも意外とねこれねこの「説問1」かけてなかったですねこれ説問2おそらくねこれ「説問2」の配信的悪意者の方からねこれこれが「説問1で」で で今のこの説問1が説問2だったらね皆さん結構ね書いたと思うんですよでもこれね配信的悪意者でこれ書くでしょ177条の第三者の意義だからこれが説問1だったらねこの今ご覧いただいた説問1もねこちらこれも説問2に来た場合もね結構ねあのちゃんと条文のねその177条の第三者の意義から論じた方は多いと思うんだけど本問はね実を言うと結構こ,れこの点も公明にできてるんですよ先にねこの説問1 出してで後からねこれ実際あ、ね、じゅこういう受講生さんいらしたんですけど「設問1」はねあっさりすぐ結論書いちゃってで「設問2」で177条の第三者書いてる定義を書いてる途中で「あれ設問1」もこれ定義から書く必要あったのかなってね悩んだ方やっぱ結構いらしたんですよ後でヒアリングしたら。だからこの点もやっぱ実を言うと結構巧妙にこの問題できてますね先にね「設問1」が配信的悪質であればね やっぱり皆さん、ね、多くの方が百七十七条の第三者の定義書くから。この設問一もね、その定義から論じてね、当てはめをしたっていうね。そういう受験生がかなり、あの、多くて出たと思うんだけど。ほんまはいかんせん、ね。そういう順番になってなかったっていうことで。ね。まあ、この点もやっぱうまくできてますね。じゃ、次、今度設問二いきますよ。で、これはね、正直言ってあまり心配してません。これは、ね、答練出しても多くの方がね、しっかりお書きになるんで、えっ、ー、と、六ページです。 解説レジュメ6ページ開けてくださいでちょっと一応問題の所在から見ていきますよ。X、は Y に対し公土地につき所有権を基づくえっ、ー、と所有権に転倒をきて続き請求をしたこの請求が果たして認められるかとで所有権の取得を第三者に対抗するためには東京を備える必要があると177条ねでところがと Y はねこれ第二鶴家にね公土地は X が買い受けたものであることを十分熟知していたにもかかわらず X に対し復讐する意図のもとに、えっ、ー、と、買い受けている点で、配信的意図を有していると。で、このような配信的悪意者も177条の改革第三者に含まれるか、ってことで、いかがでしょうね。この流れ、ね。スーッと、ね。こう読み進めていけるでしょう。この流れで書けていると、ね。まあ、非常に印象いいですね。当然ね。あの、点数も、ね。かなりつけてもらえると思います。ね。こういう流れですね。流れ。 もうこの論点自体はね多くの方がねお書きになる次の論章ですよこの結論と理由だとかねこれはお書きになると思うんであまり差がつかないですけどこの論点ある意味この問題提起で結構差がつきますねこういう形でスッとこう流れるような形でねこれいきなりこれ配信的悪意者も177条第三者含まれるかというふうに書いた方結構いらしたみたいですけどもやっぱり唐突ですよねそれじゃねちゃんとこれ配信的と図有してるよねでその上でこれね 配信的悪意者だっていう認定をした上でじゃあそれが177条の第三者に含まれるのかでこういうふうな段階を追ってやっぱ書くっていうのが法律の基本ですからね。これぜひねちょっと参考になさってみてくださいいきなりね配信的悪意者、ね、我は配信的悪意者なんで第三者に当たるのかね177条の第三者に当たるのかっていうふうに書いた方結構いらっしゃるかもしれませんけどこれちょっと唐突な印象を受けますね で、あと、こちら、結論ですね。こちらについては心配してません。ね。もう先ほどの定義ですね。あと、理由書いて。た,ただ、ここがもう一個ね。これ。結論ですね。配信的悪意者は177条の改革脱断者に当たらないよ。ですね。で、ちょっと右のページをご覧ください。これ、ちょこっとね、こちらの理由ですね。これはね、ちょっと差がつくと思う。ここは。自由競争の範囲を逸脱した配信的悪意者は、審議則上。ね。一応、二個。 当はないことを主張するについて、正当の利益を有するものに当たらないからってことで、ここまで書く方、実を言うとね、意外と少ないんですよ。で、ちょっと下のコメントを見てください。ここ。論証上の注意点としてはね、説問一で論じた第三者、ね、177条改革第三者の定義を使って、配信的悪意者は、正当の利益を有するものに当たらず、第三者に含まれない、ね、と書くことだよってこと。 いいですねこれ意外とこの私がアンダーラインしてましたけどこれ意外と書かない人多いんですよ。配信的悪意者はね自由競争の範囲を超えているので第三者に含まれないって書く方が多いんですよ。それ論書になってません。ね。これ第三者に当たるかをここでやっぱり論じてるわけだから第三者の定義をななきゃいけないけんですよそうじゃないと当てはめになりません。これもいつも申し上げるんですけど 最後の当てはめはねやっぱり三段論法の二番目の規範定律で立てた規範を使わなきゃいけないんですよ使って初めて当てはめなんですよだけどね受験生の方の中にはね配信的確実者は自由競争の範囲を超えてるから第三者に当たらないとって書いてあるけどね、なんか一見もっともらしい論証に見えるけど実はこれ論証になってないんですよなんでかというと第三者の定義規範を使ってないからですねやっぱり これ当てはめっていうのは規範停止は確た規範使わなかったら当てはめじゃないんですよ。だから、やっぱりこここのアンダーラインを引いたこの言い回しですね。政党の利益を有するものに当たらない。だから、第三者に含まれないって書かないと、これは当てはめになりません。よしですね。その辺、私ね。ここでコメントの最初のね。この段落で書いてますからね。これはぜひね。あの気をつけてくださいね。こちらであと次の段落ですね。のんところね。これさっきもちょこっと言いましたけど。 この130万これどんな意味があるのかなということでこれもさっき申し上げましたね「住居僧のね一冊の認定」ねこちらねこれでまあ使っていただいたらよろしいんじゃないかなと思いますね全くスルーしちゃうのはちょっとやっぱり印象よくないですねでもこれね触れてなくても実際本試験会場で触れてない方結構多いんですよやっぱりなかなか余裕ねそこまでありませんからねだから別にこの130万という金額についてまで言及してなくても限定にはならないです 逆に言うとこれ触れてれ触てば過転ですね過転最近の方針は明らかにそういう形で最、ね、採点も変わってきてますからね一応これがまあ説問2ですねで今度説問3いきますよよいしょ今度レジュメのね足ページですご覧くださいでこれね実を言うと説問3さっきねあの問題文ずっとね読んで説明してきましたけど実を言う一皮むくと結局この論点聞いてんですよ177条の改革第三者で全員者から 譲り受けた配信的悪意者ってことで、これうちの講課件にも乗っけてます。ナンバー四十四、これね。で、これね、これだけ見てもなんかピンとこないでしょ。これ図でご説明します。十一ページです。ご覧ください。説問さの事例図これです。よいしょ。入るかな。これぐらい。ちょっとちっちゃいかな。ご覧ください。ね、A を起点として A から X、A から Y。で、Y が さっきね、問題文ご覧いただきましたけど、全員無しでした。ね。で、この Y から B がね、買い受けた。この、お、土地ですね。いいですね。こちら。あ、ごめんなさい。これね、おつ土地ですね。失礼しました。これ直しておきますね。こちらね。皆さんのお手元ね。これ、おつでしたね。おつ土地を買い受けた。ですね。こちらね。で、B を結局ね、これ、配信的悪意者って認定すれば足りるんですよ。 この後ね、またご説明していきますけど、先ほどの不当法はね、ね不当法行為ではそれほど深入りする必要はないです。不当法の5条2項ですね。結局、あそこには B は当たらないというふうに認定して、ね、その一方でやっぱり、これ B はね、配信的悪意者だっていう認定をした上で、戻りますよ。こちら。この論点。前者からね、譲けた配信的悪意者の論点。 そしして処理したら、OK、なんですよ、ね、だからをくと結局この論点を聞いてるだけです、ね、ただそこにあの不当法を絡ませたことによって非常にね、まあ、分かりにくい、まあ、難しいそういう応用型の問題になってしまってるってことなんですね。でねこれもちょっと先に申し上げておきますとこの設問さんに関しましてはねやっぱり試験終わった後私いろんな、ね、受験生の方受講生の方にヒアリングしたんですけどきちんと書けたって方も中にいらっしゃるんですよ。 いらっしゃるけどでもやっぱり少数ですね多くの方がやっぱここねかなり苦労されてるだからここはそんな差がつかないと思います設問さんは。でじゃあ設問12で勝負決まるのかと私もね最初そう思ってたんですよだけどあでまた、ね、いろいろ詳しく皆さんにお聞き、ね、していったところやっぱりさっきも言いましたけど設問1がねやっぱできてないんですよ <laughs> これ。 本当でで、きる方でうちの、ね、受講生さんできる方でもねいきなりもう結論ね当たり前のように書いちゃった方がねいたくらいなんでだからそうするとこの問題ですねやっぱ説問にこれで勝負が決まるかなと配信的悪意者です配信的悪意者ねこれで勝負が決まるかなと思いますこの令和3年の1問目ですね,ね私の中ではね最初問題を見た時にはまあ説問さんみんな書けないな、ね、そうすると説問12でね これ勝負決まるかなと思ったんですけどね、よくよくこう皆さんにき聞いてたところ、設問一も結構ね皆さん意外と欠けてない。だから最終的には設問にこれがまあね、これ欠けてるかどうかでき一このね問題一問目ですね。これは決まるのかな。そんな感じがしてます。でちょっとねこちらでお戻りください。八ページですねこちら。だから一科くと設問三ですけどね、まあこれ応用型なんでね。 前者から受けた配信的悪者の論点だよってことででさっきちょっとこれずご覧いただいたんですけど皆さんねこれ逆バージョンはこれ何回もやったでしょう。これ Y がね Y が配信的悪意者で B が善意無可視とかね要するに配信的悪意者からの転得者が善意無可視の場合ねこれも論点ですねこれも論点でうちの公家家民法にも載っけてありますけどこれは結構馴染みがあると思うんですよ Y が配信的悪意者ねで配信的悪意者である Y からの転得者が B が税務とねこれは結構皆さん馴染みがあると思うけど今回は逆だったんですね。Y が税務開出で Y からの転得者が配信的悪意者だったこういうやつです。そういう意味でも本当にね結構ひねって聞いてきましたねこちらね。じゃあちょっとねこちらよいしょ説問3です。ねこれ今こんなところで。で実際にどういう風に書いたらいいのかこの後回解答例でね。 お話をしていきますけどその前にちょっとねこちら12ページをご覧ください一応説問1からね、これも本当に意外と書けてないんですよねだから一応ここね説問1からちょっと回答例でね、論証ですね確認してまいりたいと思います行きますよちょっと大きくしますよこちら見えますかねこんなところね行きますでエクサワに対し高等値に付き、えー、所有権に基づく所有権移転登記手続き請求をしたとこの請求が認められるか 所有権の取得を改革第三者に対抗するためには東京を備える必要があると177条そこで Y が177条の改革第三者に当たるかとこれは問題提起ですねで結論結論というか規範というですねでここはねさっきもご覧いただきましたけどこの判例の定義正確に書いてくださいで理由もね177条のこれね趣旨から書いてくださいね。で最後はこの三番目これ当てはめですするとと Y は X に 高土公地の登記がないことを主張することで確定的に公土地の所有権を取得することができるとしたがって Y は X に登記がないことを主張するにつき政党の利益を有するものといえ条の第三者にに当たたるというふしうしましたここ結構ね今回詳しめにね私当てはめ書きましたちょっとアンドライン引きますよ。これですねっ。 これ結構もうね、この3番目当てはめのところでね、もう当然のようにね、これ第三者に当たるっていうふうに書く方がそらく多いと思います。多いと思うね、Y は第三者に当たる。でもそれじゃやっぱ当てはめじゃないんですよ。さっきも言ったように、ちゃんと規範定理で立てたら規範使わなきゃいけないんですよ。それがここに上がってますよね。X に登機がないことを主張するにつき正当の利益。ここね、ちょっと斜線でちょっと強調しておきますよ。 せっかくなんでねもうこれを機にねこの当てはめの仕方もしっかり覚えてほしいんですよ。ね。何回も言いますけどこの2番目のね三段論法の2番目の規範定理で立つた規範を使わなきゃいけないんですよ。ね。使わないと当てはめになりませんから。でこれ使ってますよね。ここ。ね。これです。これ。5行目の終わりから6行目。 登記はないことを主張するにつき生徒の利益を有するってこと。でこれを。ここで。ちょっとみくなっちゃってごめんなさい。こうね。ちょっと強調したいんで、こんなに車線引きましたけど。ここで使ってるわけですよ。ね。やっぱこれは書いてほしいんですよ。ね。ワは X に登記はないことを、と主張するにつけ、生徒の利益を、これここはね、有するもの。と言えるよ。だから第三者に当たるんだよ。これやって初めて当てはめですからね。いきなり結論書いたら、当てはめだっていうふうに勘違いしている方いっぱいいるけど。それ全然。 違いますよ、ね、ちゃんと規範定律でさせた規範をこの表現を使わなきゃいけないんですよ。規範定律でさせたこの規範の表現を使わないと当てはめじゃありませんから。いいですねでここはさらにねその当てはめの前提でねこれち詳しめに書きました。ここまで書けたらおそらくパーフェクトですよ。えっ、えー、と Y は X に高土地の登記はないことを主張することで確定的に高土地の所有権を取得することができると。 で東京を備えたら確定的に所有権取得できるんでしたね。いわゆるあの不完全物件変動って勉強しましたよね。あの辺までこれ実を言うとさりげなく言及してるんですよ。ね。そうするとこのね当てはめにつながるでしょ。ね。Y は X に東京はないと主張することによってね確定的に自分がコート時の所有権取得できるよね。ね。従ってということことでねいかがでしょう。ぜひこれね参考にしてみてください。当てはめの仕方。 またこれで差がつくから受験生の多くの方ってね三段論法の2番目の規範定律ばっかり力を入れるんですよ。で中には理由付けいくつも書けばいいと思っている方がいるとんでもないそんとこじゃない。ね、やっぱりまずもん三段論法のね一番最初の問題提起のとこここで一応ね、まあ、論点にもよりますけどできればなぜ問題となるのかと、ね、こうこうこういう理由でこの点が問題になるっていうそのいわゆる問題の所在ですね。 論点となる理由これ私よく問題の所在と呼んでますけど問題提起でその問題の所在論点となる理由これがまあ書けると非常にいい、まあ、全ての論点で書けるわけじゃありませんねだから一つ、まあ、それはポイントあと規範定律2番目の規範定律でちゃんと結論と理由で理由については何回も言ってますけどその条文の趣旨あるいは制度の趣旨からねこれ書く、ね、これが大事で最後3番目当てはめ ここは、ね、何回も申し上げてますけど規範定律でさせた規範の表現を使わなきゃいけない使わなきゃいけない、ね、使って初めて当てはめですから、ね、こういうところをねぜひ意識してもらうともう格段にあの点数ビッと伸びますから本番でも間違いなく高得点つきますから、ね、ぜひそういうところを覚えてみてください。2番目の規範定律のねここの論証の理由付けいっぱい書けばいいんだなんと思っている方はたった今その辺の意識をコロッと、ね、切り替えてください。 よしすね、そしたら本当ね一気に点数ビッと伸びますからこれが民法の本当のまの、あ、コツですねコツねよせすね自分はしゃべってますけどねぜひねここねだから「説問1」今これ触れました本当私の中ではこれ触れなくていいかなと思ってたんですよ今回収録ねするにあたって説明んもね飛ばしてあちっと,見といてねって言おうと思ったんですけどね意外とできてない方多かった。 で次この質問にこれ配信的白衣者ですねでこちらについてもねもう基本的に上と同じような流れですよ当然で1番えっ、ー、と X は Y に対し高土地につき所有権に基づく所有権に転倒をて続き請求したとでこれが認められるかとで所有権取得を改革第三者に対抗するには統計を備える必要があるとねだからこれがある意味これ問題の所在なわけですよ論点というかねこれきちんとねこれなんでこれ論ずるのなんで第三者の議論ずるの これ本問さっきの上もそうでしょ説明文もねなんでこれ第三者の議論するのねこれ当たれば対抗できないからですよこれが問題の所在で、ね、いわゆる問題あの論点というのは理由でしょねさい最近は書いてるんですよこういう形でねでちょっと続きますよでところがと y は、えー、とこうとちは x が買い受けたものであることを十分熟知したにもかかわらず x に対し復習する意図の元に買い受けているので配信的と有していると。 でこのような「配信的悪意者」も177条の第三者に含まれるかってことでねこんな形で、ね。でこの点道場の、えー、と第三者とは上記の通りり、ね、当事者及びその包括証券人以外のもので当機はないことを主張するにつき生徒の利益を有するものを言うところ自由競争の範囲を自殺した配信的悪意者はね審議則上当機はないことを主張するについて生徒の利益を有するものに当たらずここ、ね、さっきも言いましたねこれ書いてくださいね。 これやんないとこれね論争になってませんからね。せっかく第三者の定義ねでこれねこの生徒の利益を有するものというふうにねせっかくこれ定義を立ててるのにこれ使わなかったら論争になりませんから結局ね生徒の利益を有するものに当たんだだから配信的悪意者は第三者に含まれないんだよとですねこれ書いてくださいいいですねであとねこれも講義の中で申し上げてるんですねあの合格基礎講座とかであの配信的悪意者って基本的にね二つのフィルターですね。 こ,こから一応成り立つ概念ですで一つは知ってるってこと知ってる悪意だってこと当然配信的悪意者の悪意知ってる、ね、もうすでに自分より前に買い受けたやつがいるなと知ってるってことこれ一つ、ね、で二つ目が真偽則違反ですまあ配信性って言ってもいい、ね、だからまあ名前の通りですね配信的悪意者ってことからまずベースは悪意知ってるってことで二つ目がね、まあ、配信性を示す真偽則違反です真偽則違反、ね、この二つのフィルターから配信的悪意者って成り立ってるんですね だから単に知ってるようだけじゃ足りない、ね、その辺をね是非これ意識しながら次の当てはめ見ていってくださいいきますよ下から2行目するとと Y は X が高土地を買い受けたものであることを十分熟知しながらこれが悪意です悪意いいでしょしながら X に対し復讐する意図のもとに高土地を自己が取得しようと企て A に対し高土地の売却方で右のページ行ってくださいを混成して高土地の取得を 行っているとでまたこれ A が Y の申しれを拒絶した時には、ね、Y はもし訴訟になってもね責任持つから、ね、ぜひいずれ渡してもらいたいんだ強く要求して売買契約を結ばせたことでそしてと AY 間の高等値の売買価格ここで入れました、ね、先ほどお話したね,あのね価格の10分の1以下という安い、ね、金額果たしてどんな意味があるのかね ここで一応、ね、書,き書きましじかに比して花畑定例であることから Y による公土地の取得は自由競争を逸脱していると言えるとここで認定しましたねこちらで従ってと Y は配信的悪意してあり生徒の利益を有するものに当たらず第三者に含まれないよよって X の請求は認められるよって流れでここ結構私ねあの当てはめずいぶん長くね書きましたけどもちろんここまで書けてなくてもいいですよ全然ね ただできるだけね問題文からこうね事実事実を拾ってこういう形でねあの当てはめに使いましたねこれやっぱり現場思考を要求されますよねこの当てはめっていうのはねこれ事前に当然準備できませんから絶対にねその目の前の本試験の時の目の前初めて目にする問題文冷静に読んでそこから事実をピックアップしてねこの規範に当てはめていく規範を当て当てはめていくわけだからねもう現場思考が要求されるある意味一番その人の柔軟な思考が試せるんですよ。 本当に差がつきますよ。私も当連でやっててね、もう全然あの当てはめできない人いっぱいいますけど、もう二番目の規範定理ばっかり力入れてね、ね、最後の三段論法の最後の当てはめがもうあっさりよって請求認められるとか、いきなり結論回答て終わりにしちゃう人いっぱいいますけど、ね、やっぱり実を言うと最後の三段論法の当てはめで本当にその人のね力がこう実は採点者見れる見れるし見てるんですよ。これ覚えておいてください。いいですね。次この質問三いきますよ。 で今度これねさっき申し上げましたけどこれ不当法についてもね不当法についても触れますちょっとね論証を見ていってくださいね X は B に対し落ち、えっと、土地、ね、につき所有権に基づく所有権移転登記手続き請求をしたとでこの請求を認められるかやっぱりねこの辺の流れ同じですね説明12とね所有権の取得を改革第三者に対抗するためには登記を備える必要があるとね177条で次ここからですするとと 仲裁役にすぎない B。ね、和解の仲裁役です。は、他人のために登記を申請する義務を負う第三者。ね、不当法5条2項とは言えないので、ね、この177条の改革第三者に当たるようにも思えるというふうにしました。これでいいと思います。これでいいと思う。ね、これ、義務でしょ法書の義務でしょね。確かに B はね、この和解の仲裁役は演じてますよ。演じてやってるからね、行ってますよ。ね、やってる。 だけど、他人のために登記を申請する義務を負ってまではいないですよね。ちょっとこれ、前のページを戻りください。図でいきます。これ。11ページです。ですね。B ですよ。B ですよ。ね。で、この場合ね。これ、登記申請しなきゃいけない。これね。のは A ですよ、これ。売り主 A ですよ、これ。A ですね。A は当たる。 こ,れ戻りますよここの他人のために登記を申請する義務を負うこれは A ですよ本件事例では A ですよ。ね、B は確かに仲裁役やってるけど法律上の義務までは負ってませんよだからここであっさり切っちゃえばいいんですよこれで終わりしゃべりのいいですねこれ意外とねあの中にはずっとこの不当法をね最後まで引きずったって方がいるんですよ。で結局この論点本文のねこの論点ですね。 あの全員向かのものからね転得した配信的悪者の論点気が付かないで不登法だけであの終わりにしちゃったって方もいらしたんですけど、ね、あの最後まで引っ張る必要ないですここで切っちゃえんですよ。ね、で一応そうするとこれね一応この義務を負う第三者とは言えないと認定しればいいそうするとじゃあこれ177条の第三者に当たるんじゃないの、ね、一応そういうふうにちょっと一回ぼやかしますぼやかす。でしかしとね B は AX 間の贈与契約を知ってるだけでなく、悪意ね、悪意。さっきやりましたよね。この、配信的悪意者ってのは悪意プラス、審議則違反です。で、まずここね、知ってる悪意。で、だけでなく、A と X を含むその子らとの間のオストチョをめぐる紛争において、仲裁役として示談解決に努め、和解まで成立させていながら、その後、全員昔の Y からオストチョを購入するという、出ましたね、審議則ですよ。違反ですよ、これ。ね。だから、ね、知ってる悪意。 プラス審議則違反ってことで、配信的悪意者って認定しちゃえばいいんですよ。認定しちゃばいい。よしですね。だから、やっぱり177条の第三者に当たらないということで。ね。もちろんこれ、不当法5条2項のね、この他人のためし東京申請する義務大物に当たれば、もちろんこちらもね、177条の第三者に当たりませんよ。だけど、これはね、ずっと最後まで引っ張る必要ないです。ね。やっぱり、法律上の義務あるっていうのは、やっぱちょっとね、これ行き過ぎですよ。 だから義務はなしでねこれでねあの処理しちゃえばいいです最後まで引きずらなくていいだからあとはもうね配信的悪意者という,う認定したら例の子ですよそこでいこうねちょっとお聞きしますよこれですよ第一付け人はねこれ全員の第二付け人から受けた配信的悪意者に対して登記なくして所有権取得を対抗できるかこれがさっき皆さんにねご覧いただいたうちのね公かけ民法にも載っけてありますけどこれです この8ページの「全主から譲る受けた配信的悪意者」っていう、ね、この44番の論点ですこれねここに持っていっちゃえばいいんですよ不当法なんかもさっさと見切りをつけてねこんな形でで戻りますよこちらですねで結論ですここねこの点全主、えー、が第三者にあたり当局を具備すればそこで権利関係は確定し以後の証券にはたとえね配信的悪意者だっても権利を取得できると。 こういうのを、あの、絶対的構成説って言うんですよ。絶対的構成説って言います。これね、以上理由付け、ちょっと見てくださいね。なぜなら、このように考えることによって、法律関係の早期安定を図ることが可能となるからだよってことで、ね、これ趣旨はね、このね、ね、結論の、まあ、趣旨というか、理由は、これ法律関係の早期安定ですね。法律関係の早期安定。で、これに対して、あの、相対的構成説っていう考え方もあるんですね。相対的構成説っていう考え方もあります。これ。で。 えっとね。ちょっと9ページ見てください。こちらね。ここに載っけてありますんで、ちょっと見てくださいね。で、絶対的構成数、これね。今ご覧いただいた回答はね。あのここ絶対的構成説で書きましたね。で、これによると全昔の場合が確定的に権利を取得するのでね。b はたとえね。配信的悪質だってもね。権利を承継し、結局 b が x に勝つことになるんですよ。これが絶対的構成説です。で、それに対して。 これ相対的構成説っていうのがあって、これによると、全員無解説の Y はこれ無視します。これ度外視するんですよ。で、X と B とのあくまでも相対的なね、関係で、X、B 間の唯一を決するよ。これが相対的構成説なんですね。で、実際これはどちらで書いても OK です。どちらで書いても OK です。ね。これ、ちょっと正直に申し上げておきますと、この論点なんですけど、前年の、えー、と2021年のうちの高科研でまではね、私相対的構成説で書いてたんですよ。 で今回実際あのこの令和3年の、ね、この本試験終わった後の回答速報とかでもねその相対的構成説で書いたんですけどもただね実を言うと2022年の「公」書きでは私ねもうすでにね絶対的構成説で論証を書いてたんですよですから今回のこのね回答も絶対的構成説で書きましたどちらで書いてもいいですどちらで書いてもいいただ書きやすさっていう点からいけばやっぱりね絶対的構成説かなとでもうちょっと言うと相対的構成説って一応判例なんですよ ただ正確に言うと最高裁じゃなくて下級審なんですよ。それで一応ね、従来、えっと、昨年度までの降格では相対的公正説で論書を書いてたんですよ。ね、で絶対的公正説これ学説です。で一応まあ通説っていうか有力説なんですけどね、まあ、学説で書くよりはやっぱりねハンデで書く方がねあのベターだろうってことで昨年度の降格まではね相対的公正説で書いてましたけどただやっぱりね,ねちょっと書きやすさっていう点もあってね今回2022年の降格からはね 絶対的考察、ね、書いたんで、一応今回もそういうことです。でも実際どちらで書いてもオッケーです。丸はつきます。実際鑑定士のね。試験ってもちろん判例で書くのがベストだけど、ただ論点によってはね。論点によっては学説で書いた方がね。明らかに分かりやすいっていう論点もあるんですよ。で、まさに今回のこの論点はそうですねね。あまりこう判例にね。まして、最高裁じゃありませんから、下級審の判例なんで。 あまり相対的構成説に肯定する必要ないかなというふうに思って今回絶対的構成説にちょっとくら替えをしましたでちょっとね軽くこれ最後触れときますとちょっと,えと11ページご覧ください,いしょこれ絶対的構成説だとねここで Y で税務課してくことでこれで権利確定的に Y が取得しますしたがって Y から点ねこれ転売によって取得した B はたとえ配信的悪意しであってもこのおとちの所有権取得できちゃうんですよね じゃあそうするとこれね、Y の時点で権利が確定しますから。だから法律関係の早期安定、さっきの理由付け、ね。あそこ、あそこからこう繋がるわけですよ。ね。でもただね、この絶対的公正説って批判も多いんですよ。批判も多い。どういうことかというと、B がね、当然この人配信で客人ね。A から直接に B が取得すると、ね。当然これ B は X に負けちゃうでしょ。だから、何の事情も知らない Y を間に入れる。 ね、これよく学者が「わら人形」って言い方するんだけどね第三者の「Y」税務改革何の事情も知らない人をねわら人形として間に入れて Y を使って権利を確定的に取得させてそこからね配信的悪意者 B が権利を取得するとこういう不正を行う、ね、そういう危険が高いって言われてるんですよ。確かにね法律関係の早期安定は図れるもう B の時点で権利確定するから。 だけど逆に言うと B が悪用する危険がある。ね。全く何の事情も知らない Y を間にこうやってね、藁人形と入れて、して入れて、権利をね、確定的に取得させて、そこから B が権利を取得する。そういうね、不正行為にね、使われやすいというふうに言われてます。で、逆に相対的公正説はね、さっき言ったように、これ Y は切り離すんですよ。Y は一切これね、あの、除外して、あくまで X と B との関係で、 ね、判断しますで B がやっぱり配信的悪意者であればやっぱり X は B に対して投機はなくても対抗できるよこれが相対的構成説です、ね。ただこれ一応具体的な、ね、結論の妥当性という点ではこのねこの相対的構成説の方が部があるって言われてます、ね。やっぱりこれ B は配信的悪意者ってことで X に負けますから X が勝ちますから未投機でも、ね。ただ法的安定性という点ではねこれねさっきの絶対的構成説に劣ると。 そういうい批判もありますだから結局、まあ、ここはどちらとってもね、まあ、批判はあるわけでであれば書きやすい絶対的構成する方がまあよろしいかなということで、ねまあ、一応回答例を書きました一応そのとこです、ね、であと,、えっと最後ですねちょっとさっきの回答例最後続きですねであとねこちら理由付け最後の当てはめですねするととてさんね B は配信的悪意してあっても第三者に当たると。 これですこれが絶対的構成数の考え方なんですよね。でよってと X の請求を認められないとこういう結論になりますね。どちらでお書きになっても OK です一応以上ですね。ずいぶんこのね1問目長々と色々ねあのいろ <laughs> んなこと喋りましたけどぜひねあのしっかりとご自分のものにしてで次ですね今度2問目この後、ね、10分間の休憩挟んでですねいよいよ今度2問目皆さんにね実際答案書いていただきますけどぜひねしっかりとね答案お書きになってくださいじゃね 一旦この一問目ですね終わります。休憩をお取りになってください。